今回の動画はネクスジのデビュー作品ライドザバイブのティーザーイメージ2が解禁されたので、その感想について語っていきたいと思います。ネクスティの皆さん、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いやー、お茶会 TV ですね。結構長らく、はい、かなり原始的な動画の収録編集の仕方をしてきたんですね。というのは、私の iPhone で音声を収録しまして、はい、で、パソコンの編集ソフトでその音声と画像をこう合わせる編集をしてきたんですけれども、編集ソフトもいろいろ進化しておりまして、ちょっと今回やり方を変えてみております。パッと見は多分一緒かなと思うんですが、今パソコンで直接収録をしておりまして、多分このやり方をすれば皆さんにいろんなこう画像をこう見ていただきながら動画をお届けすることができるかなと思いまして、いつも画像をねこう追加すると、まあ、作業量がどうしても増えるので、その分編集時間が長くなってしまって、こう動画がなかなか出せないみたいなこともあったりして、まあラジオ感覚でね聞いてくださってる方も多いとは思うんですけど、やっぱりこうコンセプトフォトとかって画像を見ながらお話をしたいじゃないですか。で、まあそういう時にこう編集時間とこう画像を出すか出さないかみたいなところの兼ね合いが今までいつもあったんですけれども、まあちょっとこの今の新しいやり方だと皆さんにこういろんなこう画面見ていただきながらお話ができたらいいかななんて思っております。で、その代わりちょっとこう音声がいつもと違う、 iPhone のマイクって結構優秀で音が割とクリアなんですけど、今パソコンのこうマイクで収録をしているので、まあ、もしいつもと違ってちょっと聞き取りづらいよとかあれば、お気づきの点がありましたらこうコメント欄とかにね、はい、書いていただけるとありがたいです。はい、よろしくお願いします。そして本題の前にちょっとお茶会 TV からお知らせがございます。お茶会 TV ですね、チャンネル登録者が今8970人ぐらいなんですけれども、はい、チャンネル登録者9000人が着々と近づいておりまして、本当に皆さんありがとうございます。もうなんかね、9000人近い人が見てくださっているって思うと本当に不思議な感じなんですけれども、本当にね皆さんありがとうございます。で、まあお茶会 TV はまずは1万人を目指しておりますので、まだね登録をこうしてなかったよっていう方とか、今回ネクスジの動画で初めてお茶会 TV をご覧になったネクスティさんもいらっしゃると思うので、もしよかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。ということで、今回の動画はネクスジの、はい、ティーザーイメージ2の方ですけれども、1に関しては昨日ライブ配信で、はい、感想を語らせていただきまして、皆さんとこういろいろねやり取りしながら語らせていただきました。1も本当におしゃれで素晴らしい写真ばかりでしたけれども、2も来ましたね皆さん。もうビジュアルが大爆発しておりますし、おセンスも大爆発してるかなと私的には思っております。K-POP ファンの方はご存知と思うんですけど、なんかね K-POP って、まあ、衣装だったりコンセプトフォトもそうなんですけど、凝ってるものが多いんですが、その代わりちょっとこうなんていうんですかね、足し算足し算みたいな、そんなに足しちゃうみたいな時ってあるじゃないですか。はい、特に衣装そうかなと思うんですけど、で、ただネクスジに関してはめちゃめちゃ引き算が上手だなと思っていて、割とシンプルじゃないですか。ティーザー1もそうですし、ティーザー2もそうなんですけど、シンプルだけどこうおしゃれな作品を作るのがネクスジ運営の皆さんはめちゃめちゃうまいなと思いまして、まあもちろんねご本人たちのビジュアルも、はい、本当に素晴らしいんですけど、メンバーのねこうビジュアルをもう最大限に生かす、はい、センスのいいコンセプトフォトといいますか、ティーザーイメージね、ありがとうございますという感じですよね。はい、でグループのコンセプトがもう大体こう結構こう明確になってきたかなと思うんですけど、割とこう男らしく大人っぽいといいますか、そういう感じのコンセプトですね、きっとね、これは。はい、ティーザー1は割とこうワイルドな感じでしたけれども、ティーザー2は、まあ、完全にねこう、まあ、ハーフパンツではあるけど大人っぽいっていう感じでは
ありますね。はい、まあ、昨日ちょっとライブ配信でも語らせていただいたんですが、年齢的にはみんな若いのに、こうネクスジってこう色っぽさがあるのがすごいこう独特の魅力といいますか強みじゃないかなと思っているんですけれども、そういうグループ今なかなかないと思うんですよ。うん、割とまあ爽やかだったりとか、まあ、イージーリスニングとか、まあ、そういうこうねイメージが多いと思うんですけど、まあ、特に第5世代そうかな。で、まあ、日本の現地化のグループとかもそうかもしれませんが、その中で結構ネクスジって独特の魅力をこう発揮しそうな予感がしますよね。だからまあスキズっぽくもあり、ガッセブンっぽくもあり、2PM っぽくもありみたいな、はい、JYP らしさはあるのかなと思うんですけど、でもまあやっぱスキズとかとちょっと違う感じにはなりそうですね。どちらかといえばやっぱガッセブン寄りなのかなと思ったりしてますが、ミラクル の、 MV 自体もそうだし、ダンスのコンテンツに関しても割とこう若さをこうアピールするっていうよりも結構大人っぽいというか、はい、おしゃれな雰囲気だったじゃないですか、まあ、編集とかも含めて、はい、でそれが結構ずっと一貫してるなと思っていて、ネクスジに関してはね、まあ、K-POP のグループってこういろんなパターン出す時もあるじゃないですか。コンセプトフォトも全然違うのを出してくることもあると思うんですが、まあ、ネクスジに関しては結構こうなんていうのかな、コンセプトが一貫してて非常に分かりやすくおしゃれだなって私は思ってます。なんかそれちょっと新しいなと思って、なんかいろいろこういろんなバージョン出しててんこ盛りみたいなのが結構 K-POP はもう今もう長いと思うんですよね、その流れが。はい、逆にこうあえてシンプルでいくみたいなのもちょっとこう潔くてかっこいいななんて思ってますね。もうね、本当にニジプロの時とビジュアルの進化がすごすぎて、はい、ね、まあ、コンセプトフォト出る前もね、本当みんなの成長が素晴らしすぎて、まあ、びっくりしてましたけど、いやーびっくりですね本当に。はい、ということで、まあ、一人一人見ていきましょうか。まずゆうくんですね。いやーかっこいいですね。いや本当にゆうくん多分デビューしたら韓国で見つかりまくるんじゃないかなって思ってます。もうこのビジュアルはやっぱりね、初見の方のインパクトはかなり強いですよね。まあ、ニジプロの時からゆうくんって、まあ、もちろんイケメンでしたけど、一番最初のオーディションの映像を思い出すと、あの頃から比べると本当に本当に垢抜けましたよね。いやーすごいですね。多分ですよ、日本のメディアとかに出たら、あのイケメン誰みたいな感じでこうX のタイムラインがわーってなることあるじゃないですかね。K-POP アイドルが地上波出たりした時に、そういう感じになる未来がもう見えますよね、ゆうくんってね。はい、この顔でね、料理もできてお菓子作りもするよっていう、もうなんか漫画に出てきそうですよね少女漫画にね。ほんとね、ゆうくん王子様みたいだなって思いますけど、素晴らしいですね。もう目力が、はい、大人っぽいスタイリング、ゆうくん似合いますね。こういうシックな感じね、はい、ワイルドな感じもいいですけど、私は割とこういう感じが好きかもしれませんね。続いてともやくん、はい、ともやくん最近ちょっとこう何て言うんですか、前髪長めで顔にかかってること多いじゃないですか。私スタイリングすごい好きで、ともやくんいいなっていつも思ってたんですけど、でもこの感じもいいですねこの顔をねしっかり出して、はい、多分こうサイド上げてるのかな、ちょっとこうピッてなんだ止めてるのかな、おしゃれですよね。ともやくんも多分ね、お顔立ち的にはすごい大人っぽいお顔立ちというわけではないと思うんですよ。なんですけど、こういうこうコンセプトフォトとか、あとパフォーマンスになるとすごい大人っぽいんですよね。不思議だなって思いますね。でもいい、この髪型いいすごいですね。はい、でも衣装はやっぱりかなりシンプルですよね。まあ、みんな白と黒で、
はい、なんていうんですか、ゴテゴテしてないと言いますか、私割とシンプルな衣装好きなので、この衣装もねすごい好きですね。続いてソゴンくん、もうねオーディションのソゴンくんはもうどこに行っちゃったのもう別人ですよね、本当に別人。いやー、こんなにビジュアル化けるとは J.Y. パークさんも思ってなかったんじゃないかなって。でもそこまで見えてたのかな。いや、私は正直予想できてなかったです。はい、もう完全にビジュアルメンバーですよね。でしかもどちらかといえば爽やかな方のビジュアルになるかなと思ってたんですけど、全然違って、もう誰よりもセクシーっていうか誰よりもちょっと悪っぽいみたいな、あ、そうっていう感じですよね。はい。で、なんかこうネクタイとかじゃなくて、はい、ツイードジャケットかな。K-POP はもうツイードジャケットね、大好きですけど、うん。ツイードジャケットにちょっとこうカットソーみたいな、このもう、アンニュイという言葉が、ぴったりの表情が素晴らしいですね。ソゴンくんって K-POP のメイクがすごい合うと思うんですよ。メイク映えするだろうなと思うので、なんていうのかな、コンセプトフォトごとによってとか、衣装とか、スタイリングによって全然違う印象になりそうだなという予感はしてますね。はい。そして、ハルくん。はい。ハルくんもいいですね。ハルくんちょっとなんていうんですか、この、ポップ味があると言いますか、ちょっとこうね、おどけてる、おどけてるって言葉古いかなっていう表情ですけど、なんかこの表情というか、ハルくんの写真見た時に私はスキズっぽいなってちょっと思ったんですよ。うん、なんていうのかな、スキズってゴリゴリにかっこいいんですけど、ちょっとユニークさもあるじゃないですか、MV とかの世界観も含めて。はい。なのでそういう要素ももしかしたらネクスジもあるかもしれないですね。ちょっとこうコミカルなとこだったり、ちょっとこうユニークがこう散りばめられてるみたいなのも期待できるような、こうハルくんのお写真かなと思いました。ハルくんはネクタイスタイルですよね。かっこいいですね。ハルくんスーツ似合いますよね。みんなスーツ似合いますけど、ハルくんスーツ似合うなって思います。多分まあメンバーの中で、まあ、誰よりもこうちょっとこう男らしさと言いますか、はい、ガタイもいいじゃないですか。それもオーディションの時からですけどね。はい。なのでこういうね、ちょっとこう男っぽいスタイリング一番合いますよね。そしてヒュイくん、はい、ヒュイくんがね、もうどんどん大人になってもう本当にびっくりしちゃいますね。まあ、みんなビジュアルのこう何ていうんですか、変化度、ビジュアルの進化度って言ったらいいんですかね、すごいんですけど、ヒュイくんは幅で言ったらちょっともうソゴンくん、ヒュイくんね、結構争ってるなっていう感じですね。はい。多分ヒュイくんもスタイリングによっては結構こう爽やかに可愛らしいっていう感じにもできると思うんですよ。お顔立ちがね、割と雰囲気としては可愛らしい雰囲気だと思うので、なんですけどこういう感じも合いますよね。で、まあちゃんとこう一応みんなハーフパンツなので、まあそこで若さを出しているんだろうなとは思うんですが、いいですね、こんな表情できるんですね。ほんとびっくりしちゃいますね。続いてセータくん、はい。ですね、セータくんはニジプロ2期間よりもこうデビュー決まってから、ご本人がそれまでやっていたモデル業の何て言うんですか、スキルといいますか経験値をめちゃくちゃ発揮するようになってますよね思いますね。なんかやっぱセータくんってそこの経験値すごいあるんだなって、いろんなこうデビュー決まってからのこういろんなね作品見ると感じますね。ダンスのコンテンツに関してもそうですけど、まあ多分ね、ダンスのコンテンツの感想動画で私語ったことあると思うんですが、練習着の着こなしがセータ君ってむちゃくちゃおしゃれなんですよ。そうだからね、やっぱり着こなしとかはやっぱモデルさんなんだなって私見て思ってたんですけど、こういうコンセプトフォトとかね、写真とか見ても、あ、やっぱりセータくんそのキャリアをお持ちだから、うん、うまいなって思いますね。表情とかも含め、これカラコンしてますよね、きっとね。うん、やってますね、おしゃれですね。でもセータくんも
まあメンバーの中では大人っぽいスタイリングがかなり合うメンバーじゃないかなっていう気がしてますね。このちょっと濡れ髪みたいな感じがセクシーでいいですよね。続いてゆうきくんですね。あのゆうきくん、私なぜかこれ見た瞬間に俳優さんもいけるんじゃないかなって思ったんですよね。なんか直感なんですけど、なんかね、映画っぽさみたいなのをゆうきくんから感じたんですよね。なんていうのかな、表現力なのかな。あのニジプロ2の時もチャンビンでしたっけ、あの、まあ、スキズのねスリーラチャの3人がこうゆうきくんのことすごい褒めてて、あの人目を引く魅力があるって言ってたかなと思うんですけど、確か、うん、なんかゆうきくんってゆうきくんにしかない魅力と言いますか、まあ、みんなそれぞれね魅力あるんですけど、やっぱりなんかそういう人を引きつけるというか、まあ、世界観に引き込むって言ったらいいのかな、そういう魅力があるなと思いますね。ゆうきくんも、はい、ビジュアルメンバーじゃないですか、まあ、もちろんみんなビジュアルいいんですけど、まあ、富安ゆうくん、ゆうきくんあたりがやっぱりね、あの新規の方には注目されやすいかなと思うので、で今のところですよ、ネクスジはあのダンスのコンテンツの供給が多いじゃないですか、てかまあほとんどそうなんですけど、だからゆうきくんの歌声とかね、あのボーカルラインも強いから、そのちょっとこう歌声を早く聞きたいなっていうところはありますね。でもまあゆうきくん、あのニジプロのこう日本合宿から韓国合宿に移った時にめちゃくちゃ身長も伸びて、もう急激に成長したじゃないですか。で多分まだまだあのかっこよくなると思うんですよね。だからね、ちょっとこうゆうきくんのなんていうんですか、イケメンプリの変化がこれからめちゃくちゃ楽しみですね。ということで、はい、全員見てまいりましたが、いや素晴らしいあのコンセプトフォト、まあ、ティーザーイメージだと思います。はい、で、あのライドザバイブに関しては、まあ、記事でね、ちょっと説明が出ていたので、そこ読みたいなと思うんですけど、あの初めて感じる強く惹かれる感情と、その感情の波に飛び込んだ僕たちというコンセプトのもと制作されたあの作品になっているそうです。楽曲制作陣もね、あのかなり豪華だという情報も入ってきてますよね。はい。で、まあ、私ね、一番最初でネクスティの皆さんとお伝えしたんですが、ファンダム名もね、決まりまして、最初私ね、読み方が分かんなかったんですが、まあ、ネクスティですね。はい。ネクストトゥユー、あなたのそばにというメッセージが込められており、いつもネクスジを支えてくれているファンの方々への感謝の思いと、同時にそのファンの方々の心に寄り添い、共に歩んでいくという、確固たる決意を表明していると。ネクスティってでも言いやすくていいですよね。なんか可愛らしいし。はい、ということで、あの5月20日がリリース日ということですけど、日本は5月31日でしたかね、ちょっとこう遅れるんですよね。はい、まあでも韓国デビューなので、音楽番組とかももうバーって出るんじゃないかなと思っていて、もうパフォーマンスね、はい、あのたくさんたくさん見れるんじゃないかなと期待をしております。はい、あの引き続きおじゃかい TV ネクスジ応援してまいりますので、あのコンテンツが出ましたらまたあの感想動画出していきたいと思います。ネクスティの皆さん、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。